的に餃子堂に出演しました夏川ひなたです。今回、先輩役ということでやらさせてもらったんですけど、ちょっと普段はあんまり先輩役っていうのはやらないんですけど、ぜひ、素敵な作品になってると思うので、ふるさと映画祭でも上映されるということで、ぜひお楽しみにしててください。ありがとうございます。